はい、ひとつきマンサー、清水です。久しぶりに、リアル安富さんというか、はい。リアルおはようございます。リアルおはようございます。東京ですけど。ということで、新旧揃い踏み、複雑さを生きるということで、ついに、売り切れそう。なんと売り切れそうっていう今日は話をしたいというふうに。もうちょっとすればよかった。まあ、そうなんですね。もうちょっとすればよかったんですけど。結構でもまあ、それなりには吸ったんですけどね。うん。まさかでも。まあ、結構売れました。はい。いや、ありがたいなというわけで。本当ありがたい。でも、ね。そんな3万8,000円も、3万3,000円も。はい。いやー、なかなかもう本当に出版業界の人を見てるんだったら私に連絡してきた方がいいですよ。いろいろ教えてあげます。岩波書店反省した方がいい。岩波書店反省した方がいい。確かにそうかもしれない。金の卵。まあでも、しょうがないですよね。まあ、いろいろ今日はですね、既存の出版業界はなんでこれができないのかとか、まあ、イノベーションってこういうもんだよね、みたいな、なんかそういう話をですね、この次の経済学の船でもあるので、絡めて話していきたいな、というふうに思います。で、それで、まあ思ったんですけど、これね、岩波書店さんは、まあいい仕事されたと思うんですよ。もともとね、旧、複雑さを生きるはですね、岩波書店さんから出ていて、で、これをもう絶版にしてしまったと。いうことなんで、私が版権とかをいろいろ買って、印刷、編集などをして、まあこれを新しく作ったわけなんですけど、これですね、やっぱ、選択と集中だと思うんですよ。どういうことかっていうとですね、岩波さんはもう何百冊という本を出されてるわけじゃないですか。何百でかい。要するに1年間で、1年間で。でも私は数冊なんで、で、もう、やっぱ気合が違いますよね。仮に年間500部出すとし、500冊出してるとしたらですね、まあまあなんか売れたらいいかなっていう感じなわけじゃないですか。でも、もう私はもう、このプロジェクトが失敗したらですね、やばいという状況なわけで、一つ気合は違ったというふうに思いますね。そんなこと言ったって、担当者とかさ、はい、社員の数はめちゃめちゃおんねんから。まあ確かにね。一人一冊売ったらええやん。なんでそうせえへんねやろね。よくわからないね。で、しかも3万3,000円、不思議なのがですね。そうですよ。これ2200円だったかな。なんで2200円で売れへんかったのに3万8,000円で売れるの？3万3,000円。でも次の価格3万8,000円にしようか。なぜか口を滑らせて。なぜ3万8,000円になるのかわからないですけど、3万3,000円です、今は。はい。今はまだ3万3,000円なんで。税込みね。税込み3万3,000円。3万ですね。本体3万。税金3,000円。3,000円分に関しては、文句は日本政府に言ってほしいというふうに思うんですけど。令和新選組が政権取れば、3万に戻ります。確かにそうですね。現在、山本太郎さん出馬中ですからね。本当に。東京都知事選でどうなることやら。まあ、そんなわけで、まあ、これね、なんで売れたんだろうっていうと、まあ、一つは気合の差だとは思うんですけどね。まあ、全く気合は入ってなかったね。本当に。それは、私、この旧複雑さを生きるに関してはですね、あんまり携わってないというか、全くノータッチなんで。だって、これ、2006年これね、本来はですね、はい、これここにも書いてある通り、安江社長の時なんですね。で、安江山口社長。山口社長。はい。山口社長の時で、はい。森島先生の指導部会で、お会いしたんですよね。こんな本書いてるんです、みたいな話をしたら、それはぜひ、って言われたんで、それで、編集者にはですね、上から降ってきたわけです。ピューっとね、社長命令だから、降ってきた感が。彼にはもはや選択の自由なかった。なるほど。やらざるを得ない。降ってきた仕事みたいな。それでサラリーマン的には嫌ですね。しかも、理解できない。何回読んでも頭に入らない。で、私もだからもう、ダメようかな。もうこれちょっと無理やわって。無理かって。山口社長にメールを書いて送る寸前にやめたんです。お、なるほど。まあまあ、書いてやるかということですか。やめようかっていうこと。思ったけど、前、森島先生のね。忍ぶ会で会うたし。森島先生捧げるつもりの本で、森島先生が散々いろいろお世話になってるか、先週も出された岩波ねのにですね、やろうと思って、それはないということで、で、やっぱりこれ無理ですっていうメールを送るのをやめてたんですけど、はいはい、送ったらどうなったのね。送ってたらどうなったって、まあ私は多分復刊はしてないことになっちゃいますからね。それは。担当が変わったのかもしれない。あ、担当が変わったの。慌ててね。やばい、いや、書いて、みたいな感じで。確かにそうですね。そうしたらもうちょっと本気出たんちゃうかな。うん、確かに。まあそれやらなかったので、まあ編集者にしたらもう、やれ、みたいな。ああ、やれ。出てよかった。あ、出てよかった。はい、次、みたいな。うん。もったいないな、本当に。まあだって帯に間違えたら帯書いてくんねん。これ私が直したんです。あ、この帯？そう。はい。元の帯はね、はい。近代を批判して伝統的共同体の価値を再評価するのが書いてあった。すごいな。お前何回読んだんや。何回読んでこれ出してくんねん。おー、すごいわ。なかなかやばいっすね。そう。来てますね。はあ。それはすごいわ。その方が多分、編集長、今。そうらしいですね。はい。いやまあ、そう、岩波文化と。合わなかったと。全く合致してない。そうですね。岩波文化とは、まあ、正直読めばわかると思うんですけど、全く合致してませんよね。だって、この本を正しいとするのであれば、今まで岩波書店が出してきた本、だいぶあかんことになりますからね。はい。いやー。そんなこと言ってる場合ちゃうやん。まあまあ、時代に応じて。そう。時代に応じて、変えていく。で実際、最初3万円で、そして次3万3千円ということで、こう、売ってですね、売れましたよ。ね、で、驚くべきこと。で、安富さんの、アメリカの何百万とかかった、研究費も、この本の売り上げのおかげで。まあ、これがなかったら、いや、私、自腹で。いや、無理でしょ。ほとんど自腹で。きついね、本当に。いや、良かったなと思うんですけど、これ驚くべき現象なのがですね、売れ続けているということですよね。いや、すごいですよね。で、しかも、ちょっと増えてません？ちょっとずつ増えてるっていう。3月より5月の方が。ですね、一番売れた時が、確か3月31日の段階で3万円から3万3千円値上げしてるんですよね。で、その時が、こう、駆け込み需要が1回。あったんですけども、それで一回まあスーッと落ち着いたんですけど、最近になってなぜかドゥドゥドゥってこう、なんか上がってきて、おーと。ね。まあ、チャンネル登録者も3万人になったので、まあ、新しい。増えるスピードがすごくない？いや、まあ、それはそれで、異常値。なんか。真似するな危険。前もでもなんか1日に3回、4回やってましたよね。やってない。前は1日1回。あ、そうですか。で、今、2月6日からスタートしだしてから、1日4回。なんなんそれ。狂っております。前はでもなんか3時間とかやってなかった。そう、うがやさんとかってやってた時は6時間とかやってましたよ。だから、戦法を変えました。夜中の2時とかにやってなかった。やってた。最近はだから上げる時間も19時から21時の間に定めて、そこに20分から50分の動画を4つ投稿するという形にやってですね。生もやって、前は生でしたね。前は生だったんですけど、もう録画中心に。生は、ライブはですね、よく片岡さんとやってますね。あ、そうですね。片岡さんと飲みながら、片岡さんにただ飲みさせるっていう。あれは長い。前はああいうの毎日やってましたね。前はああいうの毎日。で、最近はそうじゃなくなって。でももう、再生回数に関しては、毎日ライブをやってた時に比べて10倍ぐらいになったんで。すごいですね。なんで、以前、安富さんと東大とかでイベントをやった時は200人くらいの小芝ホールだったじゃないですか。だから今やるとですね、単純計算で10倍になってるので、安田講堂も入りきらないくらいにはできます。まあ、やりたくないけど。客層が変わりましたね。変わった。だいぶ変わりました。あの時はなんか、騙されそうな感じで怖かったな。いや、そういう、これ私の言葉じゃないんですけども、九州にね、コーヒー屋さんがあって、私がコーヒー豆よく買ってるんですよ。でそうすると、九州の人がわざわざそこに行くらしいんですよね。まあ、博多だから、行くんですわ。でそしたらね、そのコーヒー屋さんの店主から連絡かかってきて、いやー、清水さんのところの客層最近変わったね、と。これ私が言ってたんじゃないよ。まあ、正直、メンヘラとか信者ばっかりな感じもって、まあ、そういう、そんなもろな言い方しなかったけど、そういう雰囲気があったけど、最近は、まともな人多いね、みたいな。やっぱりそれ、感じあるよね。なんか全然客層見てないけど、でも見てる人変わったような気は。だいぶ変わりました。そうですよね。はい、で、当然前のお客さん、視聴者の皆さん見続けてくれてる方もですね、残ってはいるんですけども、やっぱりかなりまともな人が残ってるという感じがします。これで、いや、俺メンヘラやけど見続けてるで人がいたら、いや、すいません。多分その人はメンヘラじゃない。あ、ないか。ないんかな。うん、まだ見続ける人はメンヘラじゃないんじゃないな、確かに、そうですね。うん。やっぱポストでもないけど、ビフォーは、ビフォーは清水、ビフォーはアフター清水。ビフォーはうつ、アフター。確かに、うつ前後でだいぶ私も変わりましたね。うつになる前は、うつに向かっていくエネルギーで人を引きずり込んでいってるような感じでしたね。ブラックホール的な感じ。ギュイーンみたいな。今は落ちるところに落ちて、ちょっとずつ戻ってきてるから。ちょっとずつプカプカっていう最中に、プカプカみたいな、そういう感じかもしれないですね。いや、でも本当に売れてまして。いや、すごいわ。嬉しい。だってこの奇跡ですよ。奇跡ですか。3万円の本、まあ、だからまあ、動画ついてるとはいえ。3万3000円。はい。3万円の本が売れるとは思わないもん。まあ、そうですね。あれ以来ちゃいます？ユングのさ、赤の書。赤の書とかありましたね。あれいくらやった？5万。いや、あれもそんなに高くなかったと思いますよ。いや、いろんな本、バージョンが出てるんで、何を指すのかにもよりますけどね。こんなくっついやつ。赤の本。あれ、でもそんなに2万ぐらいだったの？まあ、ちょっと忘れちゃいました。はい。あれがものすごい売れて、すごい話題になってましたけど。なるほど。おお。でも別に、そんな豪華本じゃないから。そうですね。表紙が良くなっただけで。表紙だいぶ良くなりました。紙も良くなりました。紙も良くなりました。これ私、紙ね、こだわりがあって。いや、こだわってる。これどういうことかっていうとですね、書き込みがしやすい紙なんですよ、これ。結構、愛読書は私書き込む人なんで、はい。そういう紙質に。前のやつはなんかちょっと再生紙かみたいな。まあ、ちょっとね、色も、あれが感じましたね。丸くはないと思いますよ。さすが岩波だけあって、本の作りはね、非常に素晴らしい。いや、非常に素晴らしい。あ、ちょっと小さくて、声が。これ、いろいろ賞をもらったりしたような本も入ってるシリーズなんですけど、ここに私が入ってる理由がわからない。そうですね。何なんでしょうね、これは。共通知フォーラム。フォーラム共通知を開くっていう。そういや、私これ他読んでないな。まあいいんじゃないですか、申請ということで。申請ということで。はい。何かといろいろ。ずれた感じです。残念な思いでしたけど。まあ、しょうがないよね。いやー、でもね、本当に YouTube を使って、私のコンセプトはですね、もっと埋もれているいい本を、活用しきれない。ね、要するに旧来のメディアが活用しきれない、埋もれているいい本を、この YouTube という新しいメディアで発掘し直すと。いうことで、その、第1弾でここまで行ったんで。すごいです。いや素晴らしい。俺も生きてる価値があったって。いや、すごい。本当に。死なんでよかった。ほんま死なんでよかった。死んでたらし、神死んでたら。確かに。いや、ほんとそう言われると嬉しいっすわ。ほんまに。結構やっぱり、いろいろね、発見があったので、ありがたかったです。いや、またそれをまとめたいですよね。そうなんです。今、本を書く準備をしております。あ、素晴らしい。はい。うちから出るのか、他から出るのか。ね。うちから出ると高くなるっていう。私はいいんですけど、一緒に書こうと思ってて、その方は、そんなに高いのかなって言いそうやけど。まあ、そうやね。そこら辺は、自由に任せますよ。安くするバージョンとかはね、エネルギーがかかるばっかりで。かかる。高く売るのは得意なんですけど、私、安く売るのは下手くそでございます。はい。やっぱりそれ得手不定がありますのでね。高く売ろうかな。高く売るんだったらうちでやりますよ。高く売ろうかな。まあちょっとそれはまだ先の話なんですね。気が早いというか、うちからやるのはまずこれの復刊が私。そうなんですよ。経済学のね。これがね。私、許せない。許せないの？許せないね。何が許せないの？これが絶版になってる。いやもう、それはそう、それは許せないよ。これさ、そうですよ。え？いや、そうよ。安富という経済学者の。まあ、ある意味集大成というか、そういうことになりますよね。しかもですよ、わざわざ2400円にしたんですよ。主張ね。しかもソフトカバー。出版社と激しい。つばぜり合いの果てにですね、うん、2400円に。でそれでそのこんなに分厚いのに、うん、なんて絶対なんて、いやほんまや、そこそこ NTT 出版、そこそこ販売力もある出版社で、うん、でこんな見てくれもいいし、うん、いろんな意味でこれは結構 ね最高傑作の一つだと思うんですけど、うん、いやそう思います、はい、ですよね。ですちなみに私ハードカバーにしますよこれ。うん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 、うちから出るのは全部ハードカバーです。はいはいはい、そんな1万、うん、3万円とかするのに、うん、ソフトカバーって笑えます。笑えるね。いやー、ね、しかも帯の紙もいいのにしたん。ないんですねこれは。なんで帯ないの？もう私が買った段階ではなかったよ。だって絶版だから中古しかなかったもん。帯がいいんですよ。帯にいい紙を使ってわざわざこれとの関係でこだわりがあったんですね。そうそうそう。うん、これが出たらもうこれも資本論とかもうなくなる、もう読まんでやろうみたいなつもりで書いたのにあっという間に絶版になりましたよね。はい。福田さきりよりも売れてないもんねこれ確か。ねえ。うん。言えへんね。悲しい。まあそんな悲しみにシズマンとちゃんと売るから俺が。いやだからさ、うん、いかにまあ既存の出版というメディアが、うん、しかもこれね面白いね、はい、話があって、書いてあるからな、コムニス総書っていうところでから出るはずやったんです。ほう。もう書いてたっけ？書いてたっけ？書いてる。これだこれ。うん。行書？総書なんで読めへんの総書コムニスの理念はっていう、ここから出る予定だった、うん。そう、その理念読んでみてくださいね。コムニスは、ラテン語で共同の共有の義務を共に果たす、贈り物を交換するという意味で、英語のコモンやコミュニティの語源だと考えられています。情報、メディア、コミュニケーションの礎を問い直す本シリーズを象徴するとともに、読書の皆さんと共同していくという願いを込めました。うん、はい。こっから出る予定だったの？そう。ほう。なんで出なくなったの？いや、それおかしくない？うん。コムニスはあかんっていう本になっちゃったんです。うん。あ、なるほどね。うん。なるほど。あ、反コムニス論を、確かに、入れるわけにいかない。頭抱えてしまったということね。はい、そうそう。で、それで本屋に言って、すいません、これちょっと外してください、そうしようかなって。なるほど。うん。いやー、これ私もう一回読み直さなあかんな。うん。これは、清水さんって8回ぐらい読み直しても。うん。普通の人でもまあ3回は読み直した方がいいと思うけどね。うん。いやー、これ、もう、今は書けない。今書けない、もう。忘れた、大体。いや、読み直しましょう。これを書いたことで、はい、一応私の経済学に関する興味は終わりました。終わった。うん。経済学に関して分かるべき、見るべきほどのことは密ということになったので。だって2010年ですからね、福田さきりの次ですから。これでもうほぼ経済学について、いろいろ議論をする、必然、必要性を感じなくなってしまったので、うん。確かにその後の本はそんな感じですわ。うん、なので、もうこれで お別れなんですよ、経済学。さよなら経済学。そうそう。福田さん、経済学の船でさよなら経済学っていうサブタイトルですよ。実は経済学からの船出だったっていうけど。あ、なんでじゃあ経済学の船出、経済学からの船出に変えますか？いやいや、うん、大丈夫です。大丈夫ですか？なぜなら、私が経済学なの。ああ、なるほど、なるほど。うん、私が経済学なの。うん、素晴らしい。経済学の萌え柄です。ああ、なるほど。わかりました。いや、まあそんなわけでね、うん、本当にこの新しい試みで著者を応援していくっていうのはね。いや、素晴らしいですね。これ本当でもね、この2冊がよりによって絶版ってなったなと思って。いや、しかもそこに目をつけたという。これでいこうみたいな。ね、私の本の中でもやっぱり最も大事なものの2冊だと思うけどね。いや、やっぱこれは私がずっと伝えてることですけども、やっぱりですね、真面目に一生懸命書いた本ほど売れない。これやっぱ大問題なんですよ、これは。いや、ほんまね。うん。いい本で気合い入れてる本であればあるほど売れない。うん。これが大問題になっていてですね。そうですよね。うん。やっぱこれをなんとかしないと。星の王子様は売れてるんですよ、あれ。幸いにもポツポチね。ポチポチやけどね。うん。いっそのことあれも絶版になってくれたらね。3万3000ドル。あれは3万3000ドル価値あるよ。いや、あるよ、あるよ、別に。いや、ないのは1個もないよ。かっこいいね。うん。あれもすごいと思うよ。あれは名著だと思うんですけどね。うんうん、でもなんであんなに、この中古新書のさ、はい、あの星の王子様の本何やったっけ、あれ。王子様の王子様を読み解くみたいな本あるじゃないですか。ああ、ありますね。誰だったっけ。書いてるんじゃないの？忘れ、もちろん書いてあります。ボロクソに言ってあります。もうボロクソに言ってたやつね。すいませんね。私これあんまり読み返してなくて。見ましょうか。あ、はいはい。どうぞ。多分バオバブの。これや。塚崎幹雄、星の王子様の世界。うん、呼び比べ方への正体。中古新書。これももう。なんていうんですか、星の王子様に関する本の中で一番よく売れた本やと思うんですけど、これね、一番やってはいけないよって学生に教えることをやってるんですよ。おー、そうなんだ。うん、何をやってるかっていうと、その、はい、なんかボアがさ、半年に1回動くみたいな、なんか象を飲み込んで半年かかるっていう話が出てくるのは、ナチス・ドイツが半年に1回作動するということを言ってるんだって。言うんですよ。そんなん書いてたっけ、塚崎幹雄がね、幹雄さんは。それでね、その理由がここにある年表みたいなやつがあってて、まず1937年7月なんか、日本が中国侵略戦争開始とか言って、ヒトラー関係ないやん。そうっすね。次、1938年3月10日、オーストリアは合併とか言って、それで半年後がミュンヘン協定。ドイツ、チェコからズデーデン地方を略取。その半年後にドイツ、チェコを解体してボヘミア・モラビアを併合とか書いてあって、で次に9月、ポーランド侵入、でドイツ、デンマーク侵入って、これがこう大体半年ごとになってるっていう。言うんですけど、でもその、まずこの大きなものが小さなものに飲み込まれるっていう、主張に反してるんですよ。なんでかって言うと、ドイツの方が大きいんですってことがね。で、日本が中国を飲み込もうとしたっていうのは、小さなものが大きな飲み込みになってるんですけど、ヒトラーの話は関係ないんですよ。関係ないのに。日本がこうわざわざ入ってきてですね。関係ないものを持ってきて、ちょうど半年ごとでこの話がつじつまが合うように。事例を集めてくるっていうことなんですよ。いや、久しぶりにそれ読まなあかんな。でね、ドイツの軍事行動6ヶ月周期になっていない場合を削除してあるんです。コロナウイルスでも流行ったデマですよね、これって。無理やりこうやって当てはめるっていうのは。その毒物線が入ってないんです。いろいろむちゃくちゃですな。デンマーク、ノルウェーに侵入した1ヶ月後に、フランスに侵入してるんです。というのをこう排除している。いろんなものをこう要するに自分にとって都合のいいようにつじつま合わせてるってことですね。それからバトル・オブ・ブリテンがその1ヶ月後に起きているんです。で、10月まで継続して、それから8ヶ月経って独ソ戦が始まってる。全然半年周期になってない。なってないと。で、この本書かれたのは1942年なので、1943年、この3年間はそんなふうにも見えるんだけど、42年の段階で独仏戦とか、独ソ戦とか、バトル・オブ・ブリテンを無視するってね。変だね。そんなことをそのサンテグジュペルが言うはずがないじゃないですか。そりゃそうだ。で、こういうことは、だからあかんよって学生。そりゃそうですよ。そのレポート書くときに、こういうことしたらあかんよっていう事例なんですよ。なるほど。やってしまっていると。なんでそんな本がさ、名著でさ、いやこれはポチポチとしか売れない。気合いのさやと思うよ、出版社の。これはどこや。あ、明石書店、明石書店、まあまあ頑張りますけどね。頑張りますよ。でもこれはね、もう、でもなんか4ずり結構ね、5000部ぐらい、5000、1000とか言って吸ってるようだと思うんですけど。少ないね。まあ少ないけど、まあでも、ポチポチ売れてると。頑張ってる方です。これでも4ずりですもんね。もうちょっと言ってるな、5釣りか6釣りも言ってるから、でもね、1000とか500とか、なんかそんな感じなんで。最近しょぼいからな、そういう感じで、本当に。でもこれももう一回宣伝したらね。うん。いけるかも。私読み直そうかな。あ、ぜひ読み直して。うん、もうちょっと複雑さを生きると、生きるための論語と生きるための経済学と経済学の船出で頭がいっぱいになってて、これちょっと、これ抜けてました。一番吐きそうになる本ですね。まあちょっと正直私にとってもね、うっぷって感じが。これ一番おえっていう。ちょっとね、うつ直してる最中にはきつい、超みきつい感じはありますね。きついですね。うんうん、まあでも、まあ、ちょっと話がそれちゃったんですけど、うん、やっぱイノベーションですよね。これが3万3000円で売れるっていうのは。うん、だってそれ、エスキモーに冷蔵庫売ってる感じですよね。あ、そうそう、もうそんな感じ、そんな感じ。まさに。それがやりたいでしょ？うん、そんな感じ、そんな感じ。ね、営業マンだってね。うん、新しい本会で売れた場合は著者のせいかもしれない、ね、うん。そう。だけど、売れんかった本を売れば、これはもう売ったやつのせいやね。俺が偉いみたいな。いや、そんなこともないけど。そんなこともない。安井さんの本がもともと良かったからって思う。いや、もうそれは売れないことは一回証明されてるわけです、ね。ああ、まあ、天下の岩波さんがね、やっても無理だったんで。まあ、でも、やっぱこの取り組みで著者を応援していって、まあ、大げさじゃないけど、やっぱ日本の出版をちょっと変えたいね。いや、俺は。かなり注目してますよね。いや、最近、実はね、うん、見てるやろ、マスコミの人。そうなんですよ、最近。いろんな、そのマスコミの人が見てて、安富さん以外にも、うがやさんとか、本間さんとかね、に連絡してるんですよ。面白いね、みたいな。あ、そう。読書好きの社長の、チャンネル面白いね、って。見ると止まらへんわ、みたいな。あ、そう。はい。いや、これもね。それも3万3000円。あ、これをいつなんですか？安富さんちょっと後なんで、もう売ってます、これは。はい。これね、みんな買いましょう。本間さんの電通が支配する。こんなに次々出されたらたまらんよね。いや、まあまあ、まだ2冊しかない。まだ2冊しかない。私は基本的に著者はもうそんな。でもこれは新刊やん。うん。抱えないというふうに思ってるので。これ新刊ですよ。そうです、そうです。まあでもこの話になると、ほら、安富さんの話からずれちゃうから置いときましょう。いや、だからね、そういう意味では、まあ、注目されてるらしくてですね。うん、いや、それは注目するでしょ、だってそんな。3万3000円売ったら。絶版になった本3万円で売ったらさ、びっくりしますよ。そっか。うん。しかも、天下の岩波がさ、うん、放り投げたやつやからね。放り投げたやつはさ。うん。で、しかも、いわゆる怪しい系の情報商材とかでもないからね。なんとかで成功する方法みたいな、そういうのでもなく。そういう、ずっと売れるいい本を出すんですっていう岩波書店が、そう。捨てた本を、はい、ひょいと拾って、ずっと売るっていう、これも嫌がらせの極致みたいな。いや、そんなことない。岩波さんの本好きですよ、私は。いっぱい読んでますよ。岩波さんがありがとうって言う、私にね、言うぐらいは岩波の本買ってる自社ありますよ。そうね。私は。家1軒分ぐらい買ってる。いや、間違いなく買ってますから。すごい、もういっぱい並んでる。ここに置いてあるだけじゃなくて、いっぱい置いてあるんで。まあ、それいう割にはね、でもそこがだから一つ、ある意味、限界というかですね。まあ、やっぱ時代がね。そうなんですよ。だから、岩波書店が始まった時はさ。いや、それはもうボロ儲けでしたよ。てか、こういう感じだったわけですよ。いや、多分そう。岩波書店ね、こんなもん売れるはずないやろ、みたいなやつを。そう。バンバン売ったんですよ。バン売って。いや、なんでね、この流れをですね、拡大していくためにもですね、これからも売っていきたいんですが、はい。最初にも伝えた通り、在庫がないということで。すごい話。在庫がないということでですね。すごい話。あとですね、ぶっちゃけ、40、50かなっていうところで、もうこれは、早いと、来週には売り切れてしまう可能性大。なので、すぐに、欲しい人はですね、買い方はこの下に書いてあるので。もう悩んでる人は即買った方がいいです。はい。まず、ちょっと、するのに時間かかります。まあ、1ヶ月はやっぱかかるんでね。なんで、それから、何か値上がりする恐れもある。あ、値上がり、私、値上げ好きなんですよ。これまた、ね、嫌な人ですよね。本当に。最初、だって、イベントで最初見たとき、確か1万円か1万5千円。それぐらいでやっていて、で、それで、2年遅れてるくせにですよ。うん、ね、3万円にしました。ちょっとおかしいですよね。これ、うつで休んでたお前やんけ、みたいな。それで、ひよってビデオを撮ってしまったの、ね。いや、それ確かに。で、だからやっぱもう3万円でっていうふうにして。3万円で聞いたから、はい。ちょっと3万円。なんかつけんととか言って、ちょっとビデオでもつけますかって言ったら、なんか、いや、真剣につけてしまいましたね。これは3万円安い。安いなぁ、みたいな。まあ、今、だから本当はね、動画付きは10万円とかで売るつもりだったんですよ。で、それをだから皆さん3万3000円高いなって思うかもしれませんけども、この動画付きが3万3000円で買えるのはすごく安いんですよ。安いよね。安いんです。そのうち10万円になるな。いや、なりますよ。なっていきますよ。で、なんですけど、まあ、とりあえず6月末までにご入金いただいた方の分に関しては、この値段で。少し遅れるかもしれないけど。はい、ただし少し遅れるかもしれない。ただ、4、50冊は残ってるので。先着4、50名様は。即配送をできます。はい。それを遅れた方は、同じ価格で、そうそう、1ヶ月待ってねっていう感じ。さっきビデオ見といて。っていう感じ。いや、ビデオも、ごめんなさい。送りますね、先には。あ、そうか。はい。本と一緒に送りますので。我慢してください。はい。ちょっと我慢してくださいということで。いや、今日は、久しぶりの安住さんとですね、フリートークをしつつ、いや、本がたくさん売れてよかったと、本当に思いますよ。画期的ですよ。いや、本当。もう二度と申請書書かないですもん。どういうことどういうこと？いや、研究費の申請書、もう二度と書かないですもん。それは科研費とかね、もうそういうのをね。金に困ったら、復刊しよう。でも、絶版しなあかん、絶対だから、それは。絶版なんてやつあれやもう一個何があったっけ？生きるありのままの私。あれ絶版しちゃったの？あれはもう絶版っていうかすり寄らへんのです。じゃあその出版業界の私がピアから買い取りましょう。それはあれピアの人見てるうがやさんの写真やつ。そう、ぴったりでしょ。ぴったりぴったりぴったり。でその場合はですね、うがやさんに頼んで今の安富さんを撮影し直してもらってやりたいですよね。それ両方見比べられるね。どっちの写真も載せるっていうのもいいですからね。写真集にしようかも。それもいいですね。このぐらいの。でもあれカラーやから印刷代高いな。いや、まあそういう、発行、復刊する側の悩みというのもありつつ、まあでも、そういうのもやってみたいです。5万からいく？いや、まず船出、経済学の船出から、まず経済学の船出から。先走ったからね。先走ったから。これ、ビデオつけるんか？いや、つけましょうよ。つけなしゃあないよね。うん、つけたら売れるよ。ていうか、それ、まずそのビデオ俺が見たいもん。このビデオが10時間で済む？いや、詰めましょうよ。詰めましょう。そうね。うん、詰めましょう、それは。キュッキュッと。これは真面目にやったら、100時間。もう今、安富さんが書こうとしてる国民国家の成り立ちのやつも、果たして死ぬまでに終わるのかっていうレベルだし。論語の方が大変なんですよ。ああ、もう、それもあったな。1年止まってるんですよ、もう選挙やらなんやらで、あれ、確かにね。うん。いや、でもほら、安富さん、この私がさ、複雑さを生きるを復刊したから、あ、本書いたら儲かるんやってちょっと思ったでしょ？ちょっと思ったけど、でもそれはね、本格インセンティブじゃならない。ならないのか。残念。そう、金のために書いてるって簡単ですよ。まあ確かにそうやな。本、金がなかったら生きていけないけど、金があるから書こうって、それはまああるけど、でも金のためには書けないですよ。まあでも確かにね、それはそうだわ。もうでも書かないと気狂いそうになるから書けるのであって。いや、それは確かに私も金が欲しいから売ってるわけではなくて。そうやもんね。それはモチベーションならないもん。ならない。金があったらいろんな制約を取り払えるから、これがあって忙しいからこれができない、そういうことを取り払えるわけですよね。これすごい大事です。だけど、インセンティブを金でっていうのはね。違いますね。無理ですね。でも確かにそういうのは売るのもさ、別にお金を稼ぎたいからっていうだけでは無理ですよ。イチローとかにさ、金積むからヒット打ってとか言ったら。いや、無理。そういう問題じゃない。そういう問題じゃない。金関係ない。関係ない。ボール来たら売ってしまう。確かに。そんな感じだね。ボール見たら売ってしまうやん。それがこう、振ってくるかどうかって大事ですよね。いや、まあ、でも、とりあえず一個一個終わらしていきましょうよ。どんどん。ね。はい。まあ、経済学の船で。論語再開せなあかんな。すごい恐ろしいプロジェクトなんでね。よくもまあ、ほんとそんなところに突っ込んでいくわ。どうしようあれって俺に言われても。発表の仕方がわからない。じゃあちょっと巨大すぎるんですよ。こんなもう、デススターみたいな。デススター。スターウォーズ。デススターみたいな。ボワーンみたいな。まあ、切り口を考えた方がいいですよね。そうそう、こう切り分けてとかも難しくて。切り分けるのもまた、切り分け方を間違えると、そのテーマが死んでしまったりもするし。なんかちょっとあれね、新しいインターネット技術かなんかがいるのかもしれない。まあ、そんなわけで、いろいろ、それは別の話ですけど。はい、イノベーション進行中でございます。はい。いやー、安富さん、今日もありがとうございました。はい、はい、リアル久しぶり。皆さん、本当、これ楽しみに。ね、これがどんなすごい本になるか。うんね。これ確かね、やっぱ数十万まで Amazon 値上がりしたことあるんですよ。確か。で、こっちはもう、前代未聞の160万 Amazon。何それ知らんかった ?160 万ってなんだこれ、一時期160万で取引されたんですよ。誰がそんなほら値段つけてんの？いや、わからんけど。買うやつおらんやろ。だから160万の次に安かったのが9万円とかなんで、あ、9万安いからみたいに見えるんですよ。だからあれはなんか160万って何なのあれ。いや、わからん。で、一応そういう名前をつけたアマゾン出したわけ。出してたよ。で、その時9万とか7万とか超インフレしてたよ、これ。9万、7万って売れたかもしれない。売れたかもしれない。うち、私がほら3万3000円で売ってるから、あ、いいんかなみたいなふうに思った人がいるんですよ。古本が9万古本が9万とか、9万って160万。160万。もうないよね。もうない。引っ込めたわけね。もう引っ込めた。なんか売れたか。いや、ブラフなんなのわからん。160万がついたんですね、一回。うちらも、ちょっと、やりますか ?160 万。スペシャルバージョン。スペシャルバージョン。誰がスペシャルだかわからんけど。番号振ってないのいや、振ってないっす。振ってないっす。番号振るっつうか、まあいいじゃないですか。安富さん手形とかさ。ペタンって。スペシャルバージョン。そう。ね、まあそんなわけでまさに価格というのはですね、そうですよ、ちゃんとここに書いてある。そうそう、この方に書いてあるから。書いてある。で、価格というのはどこで決まるんですか？納得することが決まるわけですよ。人が納得するというところで、だから160まで納得する人がいたらそれでいいんですよ。いやーでも160万俺もビビったね。すごいね。もうビジネス。十何万。そう、これだから確か数十万、50万なんか一番高い時それが言ってたよ。どういうつもりでそういう値段をつけてるの？いやだから安く見せる？いやいやいやだから本当だから出版業界っていうのはそれだけ自分のこと過小評価してるんですって。美術品とかの価値になっていくわけですよ。ちなみに今いくらなんですか？今もう取り扱いなしになってたよ。複雑さ生きるは。ないの？うんない。今？これセリにかけよう。いや、俺の本やから、それ。清水優子のこれ。複雑さを生きるガストン。あ、1個ある。1個ある。19,543。あ、安いねって感じ。これだと。ねえ。いや、今もうこれで買うか、動画付きで3万3000円買うか、2つに1つなんで。そう。相当ね、これは全然高くない。うん、全然高くないでしょ？動画付きやし。うん。安っ。経済学の船で。うん。残り、24,256円。残り1点。残り1点。あ、でも他のやつは。あるわ。お、ほら、やった！ほら、161はあったやん。言い訳先161はあった。なんなんこれ。あ、こいつちゃうか？こいつなんなん一体。しかも1616161っておかしいやん。おなんかよく真面目にやってないよね。いや、でもさ、13,403 件の評価を受けてるんですよ、この。アマゾンの。え？100% の高い評価じゃん。うん。ガーデンって誰？ガーデンって誰？なんでそんなに高く売ってる？こいつ。電話番号載せてる。あ、すげえ。江戸川区。もう質問してよ。この1万、161万円何なんですかって。じゃあ今質問しましょう。今質問しましょう。件名。確認、何？発想について。この金額は正しいのですか？金額は正しいのですか？161万円ついてる。はい、送信。はい、メッセージ送信されました。返事が来たらまた。返事が来たら教えます。はい。いやー。でもそれを除いたとしても。うん。いや、待って、高いよ、他は。61万円は別にしても。ほら、4万8558円はこれ、真面目につけてますよ。真面目につけてるでしょ、これ。2万4000円でしょ。2万4000円もいるでしょ。で、2万4256円でしょ。これ以上安いのはないの？ない。だから、本当に、別に高くないんだって。高くないよね。そうそうそう。LTT 出版がおかしかったよね、これ。なんで2500円そう2400円で売るんだよ、そもそも。あ、でもこれもしかしたら、複雑さを生きる160万で売ってた人が足を締めて、160万円出しちゃったの。同じ人でしょ、だって。ねえ。同じ人でしょ。ねえ、多分ね。いやー、すごいね。俺、じゃあ3万円で、安く売ってあげてるんですよ、しかも。いや、だってこれ中古じゃなくて。市場価格が中古で2万4000円でしょ。まあ新刊は3万円で当然じゃない、ね、当然だ、そう、だから当然だ、だって。で、なんでしかもビデオをつけないといかんねんっていう感じで、はい。それはもうちょっとイノベーションのためにお手伝いくださいよ。やっぱりこれはビデオをつけます。はい。いや、これのね、ビデオはね、ちょっとね、うん、大変です。いや、もう分かってます。いや、大変で、作る方が大変だけではなく、うん、見る方もね。見る方も大変だし、これ事件ですよ。うん。いや、事件だね。ちょっと大変なことだと思う。あ、でも、ハラスメントは連鎖するは多少安く売られてますね。7518円。一番高くて、ね。うん、一番高くて。一番安くて3000円。だからちょっと違うんや、やっぱり。うん、これも、これだから完全に絶版で、うんうん、もう二度と出ないし。単純に私が取り上げてるかどうかっていうのがかなり大きいと思います。なるほど。うんいや、そんなわけで、まさに経済学の船出に書いてあるような事例が、今、目の前に。経済学の船出で。書かれてるような展開じゃないですか。ね、価格というのは納得によって決まるわけですよ。一月万冊がちょっと今、何か、財布の目に。そうですね。まあ、そんなわけで、こんな、いろいろお騒がせな私ではございますが、はい、これからも著者の皆さんをですね、やっぱり、勝負数で高品質の本を、高価格で売り、でそして著者の皆さんが例えば1000部とかしか売れないのに、なんだろうもう年収1000万とかねいくようなそういうふうな世界にしないとまともな本を書けない絶滅します。はい。でそれの成功一つの事例になりそうです。このまんまいくとね。それでちゃんと売れたらこう図書館とかに入れたらそうやっぱ2000部とか3000部とかちゃんと売れたらお金がない人も見れるようになるとそのためにも皆さん協力してほしいなっていうふうに思います。結構コストかかりますよね。図書館に配るのね。いやもうそれだけで結構お金かかるんで。はい。じゃあどうも今日は安富さんありがとうございました。なわけでね、そうそう、エンディングに買い方流しとくから、皆さん買ってください。一月万冊清水です、今日も見てくれてありがとうございました。一月万冊は皆さんのカンパによって成り立っているチャンネルです。カンパ以外にもですね、私が安富さん、東京大学の安富さんと一緒に復刊した、複雑さを生きるという本、こちらを買っていただけるととても嬉しい。これからも読書のチャンネル続けていきたいと思います。